週刊フリーブレイズ、はい、週刊フリーブレイズです。アジアリーガイスホッケー東北フリーブレイズの選手のインタビューやチームの最新の情報、話題をご紹介しています。さて、今週の週刊フリーブレイズは、世界最速、ルーキーに、2014-2015 シーズンのルーキーの選手にお話をお伺いしたいと思います。白川学園高校からフリーブレイズに入団しました平野雄志郎選手にお話をお伺いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、フリーブレイズ入団おめでとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ改めて、週刊フリーブレイズご覧の&お聞きの皆さんに簡単で構いなので自己紹介していただいてもいいですか。はい、苫小牧出身の、フォワードライトハンドの平野雄志郎です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。1995年8月18日生まれの18歳。はい、はい、ピッチピチですね。そうですね。はい、さて、今日のお話なんですけれども、3月の28日の金曜日、この木金と、フリーブレイズは東洋大学との練習試合を行ったわけなんですけれども、その2日目の試合が終わった直後ということです。はい、いきなりフリーブレイズのユニフォームを身にまとっての練習試合でしたが、この2日間いかがでしたか。そうですね、まあ、郷さんと拓磨さんとセットのラインを組ませてもらって、はい、まあ、いろいろ声かけてもらったり、まあ、他の選手も本当にサポートしてくれたんで、すごいやりやすい部分もありましたけど、まあ、やっぱりその中でも課題ができて、まあ、自分の中で修正していかないとダメだなっていうのも見つかったので、まあ、いい経験になりました。見つかった課題とはどんなものでしょうか。そうですね、やっぱりニュートラルゾーンのターンオーバーだったり、うん、まあ、しっかりパスつなぐとこ、まあ、プロのハイレベルなんで高校生とはパススピードも強さも違うんで、うん、まあ、高間さんのパスはすごい強くてまあそこはやっぱりバックハンドでもしっかりレシーブできるような選手になりたいなと思ってます。はい、自分でフリーブレイズのユニフォームを着て袖を通してみてどんな気持ちでしたか。そうですね、本当に正直嬉しくて、まあ、本当に今プレーしてる人たちはやっぱり自分より全然発想もプレーも全部上なんで、まあ、そういう選手たちを追い越すような、まあ、真似して見て真似して、まあ、自分のものにしていくっていうのが大切だと思うんで、うん、まあ、そういった面では本当に頑張りたいと思ってます。はい、本当にあの試合2日間見させていただいて、本当はつらつとしたあの若さが溢れるプレーだと思ったんですが、この2日間こういうことをやろうって何か心がけていたこととかはあったんですか。そうですね、まあ、郷さんからも拓磨さんからもいいパスが来ると思うんで、はい、決めるときはしっかり決めようかなと思ってたんですけど、まあ、1試合目何回もチャンスもらって1点も決めれなくてちょっと悔しかったんですけど、まあ、今日チャンスもらって2点試合中2点決めることができたんで、まあ、そういった面では自分の、はい、いい点数上げてもいいかなと、はい、思います。はい、あの試合終わった後クリス監督や先輩方からか何かお話はありましたか。はい、みんな声かけてくれて優勝いいぞって言ってくれたんで、はい、そういった面では自分の中でも自信ついたんで、はい、頑張りたいと思います。昨日のゲームで、1ピリの後か2ピリの後かちょっと忘れてしまったんですが、ピリオド終わった後橋本道夫選手から、はい、リンクサイドでいろいろアドバイスを受けていたかと思ったんですが、はい、あの時道夫さんからどんなお話だったんですか。そうですね、パワープレーの時に、はい、まあ、自分がもっと相手を引きつけてパスしてあげれば味方はもっと楽だよっていうのを教えてくれたのと、やっぱりキーパーも見ないと、道夫さんキーパーなんで、はい、下でああいうことやられたら嫌だよとか言ってくれたんで、まあ、そういった面すごい嬉しかったです。わかりました。皆さんからね、いろんなアドバイスを、受けているということでございました。はい、平野選手は、ご出身はどちらですか。出身は苫小牧です。苫小牧、はい、アイスホッケーを始めたのは何歳何年生ですかね。そうですね、もう2歳ぐらいからはスケートを乗ってて、まあ、父が古川電工で、うん、まあ、選手をやってたんで、まあ、そういった面ではホッケーには小さい頃から、うん、はい、馴染んでました。なるほど、はい、こういったトップリーグでやりたいな、自分ならやれると思ったのっていつぐらいからなんですか。そうですね、まあ、やりたいなって思ったのは小さい頃からずっとなんですけど、まあ、小学生中学生とちょっと苦戦した時期があって、まあ、苦労したんですけど、まあ、その悔しさを、まあ、地元離れて白樺学園に入学して、まあ、その3年間はすごい大きなものになって、まあ、今こうして自分があるってことは非常にいろんな方々に感謝しているのもありますし、うん、やっぱりそういった過程を
まあ、これからにつなげるってことも大事だと思うんで。そしてその高校3年間では、2年生の時そして3年生の時はここ八戸でインターハイ2連覇ということでした、はい、高校での3年間はどんな経験を積むことができましたか。そうですね、まあ、本当にいろんないい仲間に恵まれて、まあ、陸トレも表情練習もつらかったですけど、やっぱり高校アイスホッケーは、まあ、一つの目標にみんなで向かっていくっていうのがすごい楽しいことでもありますし、まあ、キャプテンやってたんで、まあ、チームをまとめるっていうのがすごい辛かったんですけど、まあ、でも本当に何回も言いますけど自分のためのいい経験をしたと思ってるんで、はい、分かりました。そして大学に行かずに、プロの道を選んだわけなんですが、はい、まあ、そのあたりどうしてそういう道を選んだのか教えてもらえますか。そうですね、まあ、まあ最初は大学も考えてたんですけど、まあ、1年生の時にアンダー18に選ばれて、はい、まあ、そこから海外で少しやりたいっていう気持ちもあったんですけど、まあ、だんだん高校生活を過ごしていく中で実業団からも声かけてもらったのもありますけど、まあ、その大学4年間を大学でプレーするならやっぱり勝負したいとチャレンジしたいっていう気持ちが強かったんで、実業団に決めました、はい、いろんな方に進路とか相談されたんですか。そうですね、まあ、そうですね、勧誘もいっぱいありましたし、はい、正直皆さん欲しがるでしょうしね、まあ、まだまだなんですけど、うん、まあ、本当に悩んだ部分もありました。うん、やりました。十勝毎日新聞さんの記事を拝見しますと、その、まあ、お話にもあった通り、あのアジアリーグのチームからいくつもお誘いがあった中で、ここのフリーブレイズを選ばれたということなんですが、あのフリーブレイズにはこうどんなイメージを入団前は持っていたんでしょう。そうですね、まあ、あの昨年優勝して、はい、まあ、何試合かはフリーブレイズの試合を見たんですけど、やっぱりみんなで声をかけ合って、うん、すごいいいチームだなと思ってたんですけど、はい、まあ、そうですね、まあ、試合しか見てないんで、うん、まあ、ちょっと分かんないですけど、まあ、でも練習を3年生、高校3年生の時に練習を、はい、乗らせてもらった時にやっぱりいい雰囲気で練習してたり、うん、やっぱりチームが一つまとまってるなと思ったんで、うん、すごいいいチームだと思いました。まあ、クリス監督が求めるホッケー、そしてフリーブレイズがやろうとしているホッケーってどういうものだというふうに感じていますか。そうですね、まあ、まあ、スタッフの言うことをしっかり聞くっていうのもそうですけど、やっぱり選手同士がしっかり話し合って、まあ、今回2試合もそうですけど、まあ、控え室帰ってきたらしっかり選手同士で話し合ってたり、まあ、そういった面ではもう本当にやっぱりこういうレベルなら自分たちも考えないとダメなんだなと思ったんですけど、はい、分かりました。そして、まあ、報道にもあります通り今後は、まあ、まずは今席はフリーブレイズにおいて海外でのプレー、はい、海外というとアメリカもしくはヨーロッパありますが、目指しているところあるんですか。ヨーロッパの方にとりあえず、うん、行きたいなと。ヨーロッパも、まあ、今年も、ね、オリンピック等もありまして、はいはい、非常にあの関心もあるかと思いますが、海外のリーグってどんなイメージを持っていますか。そうですね、まあ、まあ、日本のリーグもレベルは自分にとってはまだ高いものですし、うん、やっぱり海外になると、まあ、体質だったり全然違うものもあるので、やっぱりフィジカル面でも力であってもやっぱり全てが上だと思うんですけど、うん、そういった面ではやっぱり自分がこうして海外に出て、まあ、通用するかどうか分かりませんけど、やっぱり諦めないで最後までやり尽くして、まあ、結果出せれば、まあ、日本にも大きな一歩になるんじゃないかなと思っているので、はい、そういった面では本当に海外のチームに対抗心というか、はい、日本人のプライドが、はい、ありますね。こうやってインタビューさせていただいて、こうまだ3月いっぱいは高校生の人にインタビューをしているという感覚がなくて、ものすごいこう自分の将来も自分の現状と自分の将来を考えているんだなという印象をものすごく受けるんですが、やっぱりそういう目標を高みに置いているからこそなんですかね。そうですね、本当に、まあ、自分にとって夢っていう言葉は本当にすごい大好きですし大きなものであるんで、まあ、夢は小さなものから大きなものまですごいたくさんあるんですけど、自分の中ではやっぱりそれを一つ一つ、まあ、夢を叶えていくことでやっぱり自分の階段を
少しずつ登っていけるんじゃないかなと思ってるんで、そういった面で本当に親もそうですし、まあ、今まで応援してくれた方々も、まあ、これから応援してくれる方々も本当に感謝しないとダメなので、本当にプレーでホッケー人生通して恩返ししたいなと思ってます、はい、すごい高校3年生です。それでこの、しっかりと自分の意見をおっしゃっていただきました、はい。まあ、あのホッケー選手、ホッケー以外の選手も含めて何か尊敬するアスリート、尊敬するプロスポーツ選手っていらっしゃいますか？まあ、その自分の中で目標の選手を作ってしまったら、まあ、その人を超すことができないと思ってるんで、まあ、今自分のより上にリーグでやってる選手たちはもう全て尊敬してるんですけど、はい、まあ、やっぱり全員抜かせるぐらいの気持ちでやらないとダメだと思ってるんで、はい、まあ、こんな大きな口で叩ける立場じゃないんですけど、いやいやいや、はい、頑張りたいと思ってます。わかりました。フリーブレイズは今日のこの練習試合で、まあ、活動を一旦終了という形になりますが、苫小牧に帰るということで、そうですね、はい、またちょっと引き続きトレーニングもしなければいけないかと思いますが、はい、あの明日以降またどういうふうにプロ生活のスタートに向けて準備しようと思いますか？そうですね、まあ、今回の練習乗らせて試合やらせてもらって、まあ、課題もできたんで、うん、しっかりホッケーを勉強しつつ、やっぱり肉体的にもまだまだついていけない部分があったので、しっかり自分を追い込んで、このチームに必要とされる選手になれるように、また一からこのチームも戻っていきたいと思います。はい、わかりました、はい、じゃあまた一回り大きくなって、この八戸にまた帰ってきてほしいと思います、はい、はい、最後になりますけれども、平野選手、まあ、昨日今日見た方もおすごいなと驚いていたかと思いますが、平野選手のプレーをまた見られるのを楽しみにしているファンの皆さんに一言メッセージを最後お願いできますか？はい、やっぱりどんな試合も、まあ、勝つことが大切なんで、まあ、その勝つことに、まあ、必要とされる選手になって、そしてファンの方々にも応援されるような選手になれるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。はい、これからの平野選手のアイスホッケーキャリアどう積まれていくのか非常に楽しみに応援させていただきたいと思います。はい、週刊フリーブレイズ、フリーブレイズに入団が決まりました、白樺学園高校出身の平野雄志郎選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。